世の中にはたくさんのコンセプトバーが存在する。今日旦那さんにお願いして、ラルフローレンバーを開催する。さて、おうちコンセプトバーをスタートする前に気合を入れている旦那さん。パンチ能力は少し弱そうですけれども、作るお酒の能力はとっても高いです。 コンセプトバーを開くきっかけになったのがこのラルフローレのグラスたち。全部で今回5脚手に入れました。実はネットではずっと見ていて知っていたのですが、実際見る機会がなかったので、なかなかどんなものなのかなと購入に至る決心がつかなかったんですけれども、今回実物を目にすることができたので、手に持って触ってみた時には、重厚感もあって、サイズ感もすごく大きくて、なかなか日本にはないグラスの容量だったので、即買うことにしました。 こちらが二つ目のタンブラーになります。こちらもハイボールにはぴったりな大きな容量です。だいたい漢字的には 500cc ぐらい入るんじゃないかっていうぐらいすごく大きなグラス立ちでした。そして最後こちら。なんと旦那さんが一目ぼれして買ってしまったシェイカーです。そして嫁の高笑いと共にスタートするアールバー2時19分。気合を入れてスタートです。今日一番最初にオーダーしたのはマティーニン。 急なバーの開催のためオリーブもなかったのでレモンの皮で代用とっても素敵ですそしてラルフローレンバーのオープンですこのバーはおつまみはコ池屋のポテトチップスのり塩のみになります、うん、ラルフローレンのバーですわこれコイ、うん、ケのチップス